開催してきました第22回紅葉まつり1日目もただいまをもちまして全てのチーム演舞が終了いたしました。本日はここメイン会場とは別に矢倉会場でも同時開催されましたが、どちらの会場でも皆様の笑い声と笑顔で満ち溢れた一日となったことでしょう。それでは紅葉まつり1日目の最後は紅葉名物どんぶりタイムで締めくくりましょう。それでは私こちら真ん中に入らせていただきまして、それではこれが最後のね今日のプログラムになってます。皆様でどんぶりタイム盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。
がないじゃないですか。ありがとうございます。それではあともう一曲、やっぱりねここまで来ていただいたからには大阪恋屋、この恋屋ならではの曲を踊っていただこうと思います。それではよいしょ、第22回今夜祭り1日目を終了させていただきます。本日
室は遠いところお越しいただいた全ての皆様に、そして配信をご覧になっている皆様に感謝いたします。本当にありがとうございました。なお7時からは恋屋祭公式 YouTube チャンネルにて、明日行いますフィナーレで演舞予定のジュニア大賞、アンダー30賞、そして各ブロックから1チームずつ計6チームの審査結果発表を行います。ぜひ皆さんご覧ください。やはり今日本日一日を通して第22回恋屋祭開催できたこと、本当に心から嬉しく思いました。準備してきたことがこうやって実ったこと、また明日の開催もとっても盛り上がることが想像できます。明日も一日楽しんで皆様で盛り上がっていきましょう。はい、ここで本日の演舞プログラムは全て終了となります。明日の恋屋祭2日目はここ前島スポーツアイランド空の広場にて10時から開催されます。そして明日はここメイン会場にて17時50分よりフィナーレが行われます。フィナーレでは受賞チームの表彰、ジュニア大賞とアンダー30賞の再演、そして各ブロックより審査で選ばれた上位6チームによる演舞が行われ、第22回恋屋祭大賞が決定いたします。皆様ぜひ明日はメイン会場で行われるフィナーレも現地や YouTube にてご覧いただき、最後の最後まで恋屋祭りを楽しんでください。これにてメイン会場1日目の演舞プログラムは終了させていただきます。本日は恋屋祭りにご参加いただき本当にありがとうございました。